ということで、今空き家です。ここも今ちょっと木が生い茂って見通し悪いんだけど、枝だけは一望に見えるところなんですよ。新しくできた。前に作ったのが関東大震災で壊れて、昭和2年に新しく作ったんだけど、それがまあ80年ぐらい経って、まあ風化したりいろいろあってダメになって今作りました。ということです。